TVR-AGP-8 は TVR が生産していた自動車のエンジンである。スピード8とも呼ばれる。TVR 発の自社開発エンジン。本来は、モータースポーツ向けのタスカンレーサー専用の少数、生産エンジンであったが、ローバー V8 エンジンの供給が停止することとなり、なし崩し的に採用された。フォードコスワース DFV エンジンからアイデアを参考にして作られており、 パーツの精度は BMW が買い付けに来たほどのものではあるが、特に目新しい技術は使われていない。低重心、軽量コンパクト化を目指し、バンク角75度の最 1C というレイアウトを採用し、オルタネーターを除く、補給類はギアドライブによって駆動される。さらにエンジンは、オールアルミ製で、エンジンブロックを溶接と削り出しで作成していたため、 単体重量 121kg、全長は 532mm と V6 エンジン並みの驚異的なサイズに収まっている。初期型4.2はハイカムになっており、より刺激的な仕様となっていた。またクランクシャフト部には、お互いのビッグエンドジャーナルが180度となる、フラットプレーンクランクシャフトを採用している。点火タイミングが、 クランクローテーションの75度と105度の時に取られることからシリンダーの爆発が不当感覚となることが大きな特徴。短所は高出力エンジンのため低回転域でのトルクが弱いことと軽量フライホイールを使っているためギアチェンジなどの時に回転数が落ちてしまうことなどが挙げられる。さらにエンジン自体のコストも高くサーブラウの製作コストの 約半分がエンジンだったという、現在は生産を終了している。ありがとうございます。